岡垣町長の文字進です国道3号は私たち岡崎町民にとって大切な生活道路であるとともに北九州都市圏そして福岡都市圏を結ぶ重要な幹線道路でもありますこの国道3号岡崎バイパスの4車線化工事が完成をし2月3日16時から 全線開通となりま,したまずはこの工事に携わっていただいた北九州国道事務所の皆さんのこれまでのご尽力に感謝を申し上げますまた安全第一で工事を進めていただいた工事関係者の皆さんそして工事中は通行止め等にご協力をいただいた 町民の皆さんに感謝を申し上げる次第ですこの国道3号奥脇バイパスの4車線化によってまずはボトルネックによって生じていた渋滞が緩和をされますそしてまたこれまではトンネル内で対面交通で通行しておりましたがこれが解消されることによって 安全安心面が格段に向上をいたしますさらに山田野間ランプこれがフルランプ化されることによって私たちの生活面にとって格段に向上いたしますしまた地域の経済の活性化観光振興にも役立つものと期待がされますこれからも完成をいたしました この国道3号、岡垣バイパス、これを幹線道路として十分に活用しながら、自然と共生する幸せ実感都市、岡垣のまちづくりを進めてまいりたいと思います。